ャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、今日のテーマは、はい、今シーズンの戦い方という動画なんですけど。そうなんですよ、はい、シーズン前に、はい、今シーズンはね、3月20日から開幕して、はい、オリンピック期間があって、はい、そこは中断して、はい、どう戦っていくんやっていうのを、はい、すごい解説してるんですけど、ね、奇跡の開幕、はい、まだ知らんっていう、はい、いやだからまたね、前に考えた戦い方と変わって、はい、変わってくるんですけど、ね、聞きたくないですか、うん、こんな変則日程だった、はい、2020年シーズンをどんな戦い方しようってさすがに言ってるのか知りたいでしょ。知りたい知りたいね、はい、動画撮ってるんですよ、はい、だからもうこの戦い方する必要ないかも分かんないですけどちょっとシーズン変わっちゃうかも分かんないんでね、はい、でも佐々木の考え方こんなんだったっていうのを笑ってみてください、はい、今シーズンの戦い方、はいはい、今シーズンはね、皆さん耳寄りな情報ありますよ。何ですか？これは、はい、今シーズン、はい、戦力の層が薄くても、はい、うん、勝てます。え、どういうことですか？戦力の層薄いのに勝てなくないですか？勝てます。勝てる、はい、戦い方次第では勝っちゃいます。今年は今年限定で。今年限定？ああ、2020年は戦力層薄い、はい、ピッチャーの駒足りない、はい、っていうチームでも、うん、やり方次第じゃ勝てます。でもやっぱ薄いよりは厚いチームの方が断然有利じゃないですか？まあ、もちろんね、はい、厚いチームの方が断然有利なのは間違いないんですけど、はい、薄いチームも厚いチームに負けないぐらいの戦力をしっかり出せる戦い方、はいはい、戦略戦術あります。え、あ、これもう思いついちゃったな。教えたくない、教えたくないけど、はい、俺は実践するところがないから、はい、もう言っちゃうあ、これどっかのチームの、ね、方が見てるかもしれないよ。これはできるかどうかが鍵で、はいはい、まあとりあえずね、もし、はい、3月20日開幕して、はい、今年のスケジュール通りにことが運んだとしたらの場合のみね、はい、万が一にね、うん、ちょっと開幕延期してとかなった場合、はい、オリンピック期間中休まない可能性もあるし、どうなるか分かんないんで、はい、今年3月20日開幕、オリンピックの、ね、約3週間から1ヶ月休養を挟んで、はい、っていうスケジュールが行われた場合の、はい、お、なんかこれオリンピック関係あるってことですね。もちろんあります。でこれ当てていいですか、はい、休めるよってことですか？オリンピック期間中、体休められるよってことですか？うん、そうですね、まあ、約 20% 当たってますね。え、20% しか当たってないんですか、これ、はい、もうこれほぼ 100% だと思ったんですよ。いやいやいや、それじゃあ勝てないじゃないですか。休めるようだけで勝てないです体休められるから、中継ぎも休めるよっていうそうじゃないです、まあ、その休めるからがまずあるんですけど、はいはい、まずは3月20日から、7月の中頃18日ぐらいから多分開くと思うんですけど、はい、前半、うん、だからまあ6月ぐらいからエースクラスは中4日で待ちましょう。中 4？ はい。え、結構負担かかりません？いや、どうせ休むんですから、約1ヶ月もう休む。要は今まではフルマラソンしてたんですよ、はい、143試合のフルマラソンという形で1年間を戦ってたわけですね、はい、だから終盤まで選手が疲れないように、はい、中継ぎも登板過多にならないようにね、うん、でしかも先発もちょっと休ここで1回ローテーション飛ばすかなとか、はい、1回ちょっと10日間リフレッシュ休暇入ろうかなとか、うんうんうん、ね、あの中継ぎも何試合投げたらちょっと休ませようかなとかっていうのをマネージメントしなきゃいけなかったわけですね、はい、1年間、うん、でも今年は真ん中に約1ヶ月間休養がもう必然的に入るんで、はい、ハーフマラソンを2回走る感じです。ああ、なるほど。だからもうハーフマラソン1回走り切って、全力で走り切っていいんですよ、はい、まあ、もちろん怪我させちゃダメです、うん、怪我しないことが大前提だけど、はい、そこはしっかりマネジメントして、うん、もう6月ぐらいからは、はい、もう約1ヶ月半は、はい、エースクラスは中4、うん、で準エースクラスは中4から中5とかにして、はい、もうどんどん詰めて、うん、そしたらもう6枚揃える必要ないんで、はい、でそこ で中継ぎ陣 もうどんどん投げさせて、はい、別にどうせ休むんですから、はい、無理に休ませる必要ないんで、うん、怪我しない程度にそこをうまくマネジメントして、うん、もう投手をもうどんどんつぎ込んでいって、うん、走り切るっていう。だからまあいい選手をもう重点的に、もうどんどん使う、どんどん休ませないけど、どんどん使って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 死んで、で約1ヶ月調整、はい、もう休暇調整が出て、
後半戦始まったらまずそこからザーってやってラストスタート2ヶ月ぐらいガーっていくっていう、はい、そしたら選手層が薄くても、うん、先発も別に無理に6枚揃えなくてもいいし、うん、中継ぎ陣も多くなくても、うん、もうそこで短期集中でグワッていけばいいんで、うん、はい、いけると。そうです。そしたら選手薄くても晴れます。先発中4、あれメジャーって中1、中4です。あ、メジャー中4でしたっけ。はい。あ、じゃあいけるのか。いけます。だから100球ぐらいで交代して、はい、中継ぎもどんどん投入していって、はい、でもどんどん回していって、はい、あ、そっか。だから、まあ、中読んでいくからいつもよりはもうちょっと間数少なくしようかとか、そうそうそう、もちろんそういうマネジメントはいりますけど、うん、まあ別に頭数先発ね、無理に6人揃える必要もないし、はい、別に無理にショートスターターやる必要もないし、はい、中継ぎでとか無理にやる必要もない、はい、もう中読んでどん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 、うん、中継ぎもどん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 いって、はい、だからそれは開幕当初からやるのは難しいから、はい、6月ぐらいの1ヶ月半ぐらい、はい、もしくは2ヶ月ぐらいを、はい、それぐらいにやって期間設けて、うん、でもっいくドーン行ってはーで、パーン休んで、はい、でまたドーン行って、はい、戦力なくても押し切るっていう使い方次第では。じゃあ先発が本当に4人はこういい感じのいるけど、うん、2枚がなんか不安でるなんてところはもう4人で回すぐらいの感じで、うん、そうそうそう、もちろん2人しかいないところは2人主軸で回して、はい、あとをもう空いたところにこう入れていっていい中継ぎところを次に持っていってっていう。そう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 、あ、確かに。もだから中4、中5、中6っていうのをピッチャーのその布陣において使い分けて、はい、うんうんうん、中4でいくところは4でいって空いたところを5とかで6のやつも間入れていって、はい、この中4、中5のやつを中心的にローテーション組んで戦うっていう、うん、なんかこう編成する人も大変ですよね。いやだからその戦術のマネジメント能力さえあればできないことではないですよ、はい、ないです。だから選手層を作ってもいけるんですよ、うん、今年は。これ気になるんですけど、うん、そういうのを組むのって誰がやるんですか。それは監督コーチが考えてやればいいわけですか。監督がそうやってやるって言ったらやるんですか。その誰をいつ入れるとかって大体監督がやってるんですか。それは監督、まあ、コーチに任せてるところもありますし、はい、まあ、そこは相談しながら、あとは対戦相手のこの相性とかも考えながら、はい、中4、中5で割り振って、はい、もう登板できるようにいくっていうね。へー、なんか結構パズルみたいに詰まってくると、うん、中4でいける人もいれば中5でいける人もいてって、うん、結構バラバラになってくるじゃないですか、うん、そうするとなんかパズルみたいで頭良くないとできないですね。楽勝できますって。できます。だから中4のやつを最初決めていけばいいわけじゃないですか。相手のところに中5を決めていって、あと中6のやつを決めていけばいいだけなんで。だから要は中6のやつは一番、はい、だから中4のやつ中心に考えるんで、で中6のやつはもう最後に相手のところ埋めていくだけだから。そうか、まあ6じゃなくてもっと相手もいいわけですね。そうそう、中8でもいいわけですよ、別に。相手のところにこうやって入れるねっていう感じで、はい、4と5のやつを中心的に考えていくだけですから、はい、あ、そっか、うん、あ、じゃあ簡単そうですね。そうそうそう、できますから。あとはそれをやろうとする勇気があるかどうかと、もう一つ課題あります。今ね、はい、ここまで聞いて突っ込んでる皆さん、はい、分かってますよ。そこはもうもちろん考えてますから。え、なんだろう、なんかオリンピック出る選手どうするんやっていう。ああ、そうだ、だって中読んで投げられる人ってオリンピック選ばれるようなエース級ってことですよね。はい、はい、やばいじゃないですか。でそうでしょ、はい、でもここ2つの考え方あります。はい、うん、別にチームの勝ちが優先だからオリンピック関係ないしっていう。東京オリンピックだよ。でもチームは昔ね、はい、落合さんがドラゴンズの時言ってましたけど、はい、うん、チームの監督っていうのはチームが勝つためにやるわけでしょ、はい、別にオリンピックで大げさに言ったら金メダル取ろうが、はい、チームが最下位だった場合自分の首が飛ぶわけですよね、はい、もしくは自分の評価につながらないわけですよね。で逆に言うとですよ、オリンピックで銅メダルでも、はい、自分のチームが優勝したら、はい、自分の評価は上がるわけですよね。そうですね、うん、ってなった時に監督は何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、もちろん東京でオリンピック行われる野球ね、東京以降はオリンピックからまた除外される中、はい、オリンピックで金メダル取るのはもちろんですけど、はい、一番は監督が考えるのは自分のチームを優勝させることですよね、うん、って考えた時にそんなの関係ない、行くぞって言っても別にそれを否定することはできない、うん、そうですね、まあ、チームのためですからね、はいはい、うんうん、でもう2つ目、はい、やっぱオリンピックも大事やと、はい、そこは一致団結していこうやと、うん、やった時にオリンピックに選ばれない選手がいるチームはできます。あ、そうですね。だから僕は今年は本当にオリンピックメンバー早く決めてほしいですね。あ、そうです、早めに出してほしいですね。早めに出してくれると、うん、その選手はそれに向けていいように編成できるし、はい、選ばれない人でエースクラスは中4とかでも回せるわけじゃないですか、うんうん、だから早めに決めてほしい。
しいですよね、うん、そんでないと行くか行かないか分かんなかったらこの思い切ったステップも取れないじゃないですか、はい、そうですね、うん、まあ、なんかそのオリンピック関係ねえって言ってオリンピック出るけど中4とかで回せ怪我させちゃったらもっともっともないですからね。そうそう、でそもそもオリンピックっていうのは24人登録でピッチャー10人、うん、あ10人ってことは1球団1人も選ばれない可能性もある、あるんですよ。っていうことは多くのチームが選ばれないんですよ、はい、ってなった時にそれ早く言っといてほしいですよね。そうですね。でしかも戦力が薄くて、はい、この下位予想が多いチームっていうのはひょっとしたら選ばれる選手が少ないかもわかんないですよね、うんうん、そうなったらエースクラスでも、はい、それ早く言っといてくれないとこの戦術取れないじゃないですか、はい、そうです、ね、だから早めに言ってほしいですよねって僕がもし監督だと思うんですね、うんうんうん、もうそれを踏まえてマネージメントできていく、ね、それができないんだったら知らないよと、うん、できない。俺はもうオリンピックに協力するつもりはめちゃくちゃあるし金メダル取ってほしいから、うん、もう全力で、うん、それは合わせて、うん、あのそっちに選手をうまく送り出せるように調整させてあげたい、はい、でも早く決めてくれないんだったら、うん、もう優勝に向けていっちゃうよっていう、うん、その代わり知らないよっていう、はい、もう使っちゃうよ、うん、そうそう、どんどんだって優勝するためにやるわけだから、うん、このうまい休みを使ってね、うん、だからそこはもう、うん、いわば侍ジャパンに俺はもし監督だったら言うね、はい、うんうん、いやでもこの戦術結構いけそうな気しますね俺聞いてると。そうです、だからそれを思い切って振り幅できるかどうかが勝負ですね、うん、勇気があるかどうかみたいな、うん、でそもそも戦力がいっぱいいるチームっていうのは、はい、まあ、無理に別に回さなくてもいいわけです。選抜6枚もきっちり余ってるぐらいだよ、うん、ぐらいのチームはいるんですね、うん、でもそういうチームってあんまりないんで、まあそうですね、うん、ってなった時に、うん、まあ、巨人でもね、はい、6人ちゃんといるわけじゃないんで、はい、菅野中4とかね、うん、もしくは広島もね6人きっちりいるわけじゃないんで、はい、ジョンソンとか、はい、外国人とかひょっとしたら選ばれね、オリンピック出ないかもしれないんで、はい、ジョンソンとかを仲良にしたりとか、はい、大瀬良仲良にしたりとか、うん、選ぶね、そこも早く言っててくれないとって感じじゃないですか、ね、はい、そうですね、はい、オリンピック出ないんだったらできますからね。そうそう、できるんですよ、うん、だからもし西武だったらね、ニールを仲良とか、はい、あっていうのもあるわけですよ、はい、そうですね、でもし今井とか仲良とかね、うんうん、あ今井だけ、あ1週間2回行ったな、はい、楽天とかだったら岸とか、はい、もし選ばれないんだったら仲良とかできますね、うん、乗本とかもし選ばれないんだったら中4とか、うん、行ったら乗本騎士で中4回れるんですよ。すごいですよ、でかくないですか、はい、そうなった時に、うん、1週間で2人が2回出てくるわけです、うん、だと湯気とか石橋とかは中6とかでその間とかに回したりとかすればいいわけじゃないですか、うん、金島とかも行けるわけじゃないですか、はい、ロッテとかももし種市とか美馬とかが中4で回れるんだったら、はい、それで行けばいいわけじゃないですか、うん、あーなんか今年すごい楽しみだ。だからその監督の手腕が問われるんちゃうかっていう、はい、そうですね、はい、なんか今年に限ってはなんかいつもと違う戦略がまた見られるかもしれないっていう、そうそうそう、し見られないかもしれない、はい、でもこれをやればもうそれやったからってうまくいくかどうか分かんないですよ、はい、だからでもそういう戦略取れば選手層が薄くてもひょっとしたら一発逆転の結果を生み出す可能性があるっていう戦術なんとかその選手の薄さを埋められる可能性があるよっていう、うん、そうそう、それはもう今年しかできない、うん、このオリンピック期間で約1ヶ月休む、はい、今年しかできないんですよ、うん、だからそこを思い切って振り切れるかどうか、はい、そうなったら、はい、ピッチャー選手層薄いね、あなたのチームの好きなファンのチーム、はい、どうですか選手層熱いですか薄いですか、でも薄くても勝てちゃうんですよね、ひょっとしたらね、はい、これはあの里崎説ですから、はい、まあ、信じるか信じないかはね、まあ、あなた次第ですけどどうでしょうね。そうですね、まあ、シーズンをね、楽しみながら、まあ、見たいと思います。はい。はい。